おいこんにちは、あまりです。はい、ということでウルトラマンの最終評価をやっていこうかなと思います。数が多いので、まあ中間評価よりもなるべくサクサクいこうかなとは思っておりますが、まあちょっと使い道が新しく増えた、気づいたっていうキャラもいますね、中にはね。はい、じゃあ行きましょうか。まあ並んでる順でいいかなって感じですかね。まずウルトラ成分、ちょっと転生進化か、これはウルトラセブンは、使わないでしょう。で、無効貫通がまあギリワンチャンぐらいでしょう。で、エンハンスループでしょ、使わないでしょう。で、武器がまあ L 字持ってて、2ターン遅延、2ターン激減で、多少やれるかぐらいですかね。まあ、はい、って感じですね。まあ、特にいらないかな、みたいな感じですね。武器がワンチャンあるかどうか、みたいな。エースなんですけど、まあ、この形態は言うてですかね、覚醒無効3ターンでできるようになるよ、無効貫通で下せるよっていう感じなんで、あんまりまあ出番はないかもしれないです。この形態がすごい便利になってくるかなっていうところですかね。2ターンで、両ターン生成っていうところなので、2体でね、ずらすだけでループしますよっていうのができますんで、そういった方面で周回で、便利な活躍を見せてくれるかなといった感じですね。まあその辺が強いかもね。武器はまあバインド耐性2個ですけど、言うてですかね。究極進化の形態がちょっと評価上がってるような感じですね。これがマルチとかでも使えるみたいですので、意外と持っておいた方がいいかもしれないです。まあ別にこれじゃなくてもみたいな感じはあるけども、まあ A プラスに上げるほどではないかな、使い道がまああるかぐらいな感じかなと思いますけどね。はい、そんな感じです。一応最初よりも評価は気持ち上がってるような感じですね。ライジングは本体はルレの上着として使えたりするかなっていう感じですね。まあ十字もあるので暗い目覚めの対策も可能な76リーダーで、究極進化はワンチャンシールド破壊で周回方面早くしてくれるかなっていう場面があるかもです。武器も周回とかで使えそうですかね。覚醒無効解除しながらダメ半減と HP 回復を 40% をこれを、3段継続、まあ、冬武器でもあるので、そもそも攻略で使う可能性もあるよ、といった感じでございます。で、続きまして、ネクサス。ネクサス。はい、はい。ネクサス何属性？光か。光で、進化覚醒は、十強がつきます。36ターン変身で、変身後は冬で火力出せます。LGR のでアシストも効果上も一応可能ですよ。第3属性まであって2ターンで火力を出しますよ、って感じですね。まあ、リーダースキルも青天井で、5個消しをいっぱいできる、リーダーとの相性は、まあいいかなって感じですかね。2ターン生成なので、まあ回復も作ってくれるんでね、生成枠として1枚入ってくるとかあるかもしれないです。武器光不要のスキブお邪魔です。7強で火力も出して泥強も漏れます。3ターン必須なので、まあ結構便利な武器かなとは思いますね。はい。まあ、この辺で。まあ武器込みで、まあまあちょっと欲しくはなるかなぐらいですかね。で、続いてきまして、ウルトラマン0。はい。まあ、ゼロは、この形態は、スキルがめっちゃ多いよっていう、覚醒無効解除と陣ですね。なので、まあ、覚醒無効解除だけ対策できればいいや、だったら入るかもしれないです。転生進化はステータスが高くて、吸収無効できて、L 字アシスト無効解除可能なので、まあ、出番はあってもおかしくないと。操作が素で持ってるのも意外と、ね、アシスト無効からの操作化対策ができて強いです。武器も、スキブ L 字プラスの泥鏡、お邪魔目覚めの、お邪魔森の、4、ターンヘイストからの99ターン目覚めですからね。水パーを使うにあたっては非常に便利なんじゃないかなと思いますね。はい、これは結構上の方ですね、僕の中ではね。ちょっと持っておくと結構幅広く使っていけるんじゃないかなとは思っております。で、ウルトラマン初期ですね、スキブが多くて遅延できますよ、あと属性吸収無効の陣ですよっていうキャラになってます。まあ、周回方面のパーツとして一回入ってきたような気がしなくもないですが、っていうとこ。で、究極進化は2ターンで、列生成がループしますので、簡単なダンジョンだったら2体でループで倒せますよと。武器はまあ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 って感じですね。はい。まあ、この辺かなっていうとこですかね。はい。で、続きまして、ベリアル。ベリベリ。ベリベリ。進化前はまあ使わないんでいいでしょう。究極進化はスキブ6にできたり、冬を持たせて火力を出したりします。第3属性まで読み持ってます。独特も持ちで、まあ、半減しながらの覚醒無効解除のスキルが強めです。こうやって軽減をしながらの覚醒無効解除できるようなキャラが闇属性はちょっと少ないので、そういった面で活躍する可能性はあると。武器はまあ暗闇耐性武器として無難に強いですね。スキブ致命 HP2 の暗闇なんでね。
で、覚醒無効解除ダメージ激減3ターンも継続できるので、まあ、その辺のスキルも使いどころがあると言ってもいいかなっていう感じですね。まあ、うん。はい、このあたりで。で、ウルトラマンティガですかね。ティガは、まずは変身の方を回復、10強もらいました。で、おお、消えちゃうか。変身の方は2ターンでエンハンスしながらの列生成ができます。花火の上からも作れるのがいいところかなって感じですね。まあ、生成枠として入る可能性はあるかもしれないです。で、これは覚醒無効解除で、水目覚めやるので、まあ、水パーティーでワンチャンぐらいですかね。転生はちょっと使いどころが薄そうな気が。武器は光です強とチーム HP なので、三坂美琴みたいな感じの変遷に相性が良いと。うん。まあ別になくても良さそうかなって思っちゃいますけど、って感じですかね。はい。そんな感じでございます。で、続きまして、トリガーじゃね、トリガーダークか。トリガーダークね。はい。トリガーダークは吸収無効になっております。まあ闇パの吸収無効としてワンチャンぐらいですか。うん、まあ3ターンで出てる生成もできるので、まあ軽い方ではあるかなっていう感じですかね。まあ入ってくることはあんまないと思いますけど。で、超つなげでやりますけど、これもまあ基本入らんかな。周回方面で入ってくるか否かって感じですか。武器もチーム回復いっぱい漏れますよ。7強漏れますよですが、まあ基本あんまり出番はなさそうな気がしております。はい。で、怪獣ですね。怪獣が君はゼットンですか。ゼットンは属性吸収やりますうんぬんかんぬんで、まあいらなくて、ちょっと怪獣たちこれまあいいか、順番通りいくか。怪獣たちはちょっと弱いやつマジで弱いからな。で、ここの評価が逆に下がったかな。気持ち僕の中では少し下がった。本体は別に変わらないですね。6遅延のシールド破壊で、まあ刺されば強いねの、エルジアシスト無効解除しながらの吸収無効枠になれるんですけど、そこじゃなくて、まあ強みって結局僕の中でこっちだったんですよ、このキャラって。スキブ封印浮遊持ちの、さらにはチーム回復を持って2ヘイスト。まあチーム回復っていうところと封印耐性持ってるっていう唯一性は結構高いまま変わってないんですけど、織姫彦星っていう、なんか、意味わかんないぐらい強い浮遊武器が登場しちゃってですね、今までの浮遊武器とは何だったのかみたいなぐらい強い。まあちょっとそれは言い過ぎかもしれないですけど、まあ、ベーネロペーだったりとか、こういうウルトラマンゼロの武器だったりとか、で、まあヘイストできて強かったねっていう武器が、まあ、織姫でいいよね、みたいな、感じがあるし、遅延が刺さるなら彦星めっちゃ強いよね、とか。しかも今、やっぱね、新百式新千寿っていうのが一番上に来ている以上、火ダメージ軽減、水ダメージ軽減を持ってるあの子たちの方が、まあ、かなり優位性が高い、って言ったらいいかな。っていう感じなんで、なんか武器のために取ってほしいとは思ってたが、そう、織姫彦星持ってる方はもうそれで結構賄えちゃうんじゃないかなみたいな感じになっちゃって、ちょっと評価が下がったようなキャラではありますねって感じかな。まあでも、やっぱそれでも封印耐性っていうのはやっぱ最近枯渇しがちではあったりするので、そういった面で持っておくっていうのは全然ありなんじゃないかなとは思いますけどね。まあ誰しもが織姫彦星を持ってないっていうことも考えて、やっぱ一応上の方には置いとこうかなって感じですかね。織姫彦星持ってる方からしたらね、もうそれで良くないですかっていう風に思えちゃうかもしんないです。怪獣、使わない怪獣です。はい、使わない怪獣でした。で、続きましても使わない怪獣ですかね。この子が、これ?違うね。この怪獣、これか。キングジョーってやつね。使わないですと。スキブがまあ多いですね。C っていうならね。はい。で、火属性、アースガロンだったっけ、名前が。アースガロン。属性がヒーヒーか。ヒーヒーの、こいつか。アースガロン。もう使わないと。はい。で、名前がね、会場も名前が分かんないんだよね。この人は、これか、メフィラスね。メフィラスも使わない怪獣ですね。はい。で、ウルトラマンダイナですね。ダイナ。こっちの方に行こう。
まずこれは消せない状態を解除しながらの列生成で、まあ基本的に出番はないかなと思ってます。まあ何かしらもしかしたら周回で生成がっていうことがあるかもだけど、まあ基本ないです。まあ、この形態もまあないです。はい、武器はまあギリワンチャンぐらいですけど、まあ最近お邪魔耐性武器もいっぱい増えてますし、まあ、指盛りたい時には強いんじゃないかな。三段チェーンのスキッププラスなんでね。で、これ属性変えれるんでね、意外と便利ですね。周回方面で、可能性はまだ控えてるよと。スキブも最大9にできますし、2ターンスキルなので軽いですね。なかなかいいキャラだと思います。属性変化させることで水属性の敵をワンパンできたりします。これもエンハンスマイタン打てますが、まあ言うて使わないかなと。スキブは潜在込み7の1ターンですが、まあ周回パーツで、スキブ枠のスキルターン軽いキャラとして入るかどうかみたいな感じですかね。まあダイナは、まあそうですね、これがスキブ2のスキブ9のスキルターン2枠として、まあギリギリ出番がある可能性はあるかもしれないですね。まあ今回のコロシアムとかでも周回で便利だったらしいです。ちょっと僕はその編成使ってないんであれですけど。はい、でウルトラマンデッカに関しては、まあこれ吸収無効枠ですけど、まあ言うて出番は来ないかなと。で、転移性進化は、ランダムが来れば出番が来ますね。火と光のコンボ強化が加点対象だった場合。で、あとは、まあ、武器もチミチピ3クレミカンプ、まあまあまあって感じですね。で、ストロングタイプは、無効貫通が素手できないような編成には強い。で、40% の処理の少ないグラビティなので、周回方面で早く捨てしてくれるのに強いって感じですかね。まあ、で、カーはランダンが来ればすごい輝いてくれるかなっていう感じですけど、それまでは多分ね、もうこれも使わんでしょうしね。昔はシャナが強かったんでね、かなり使ってたっていうのはあるんですけど、今はまあ別にシャナ以外が強かったりもするので、基本的にあまり出番はないんじゃないかなと思います。うん、まあただ確定生成という面での唯一性は結構高い。まあヨグソトースって代用は全然できそうですけどって思ったりはしましたね。はい、ということで次ゾフィーですね。ゾフィーはまあ強いね。無難に強いです。スキブが4の潜在込み7で、さらには3ターンヘイストなので、まあ10稼ぐことができるよ。その後覚醒無効系回復で、泥鏡も水火と回復持ってますんでね、ちょっと便利ですね。で、エルジマルノではシステム公開上も可能ですよと。で、76リーダーなので、まあ結構仕事役割はあるかな。回復力エンハンスも意外とありがたいし、で、あとはまあこの形態はシールド破壊が輝くかどうかっていうところですかねっていうのと、武器も冬武器でチーム HP の泥鏡持ちなので、まあ結構いい。ゾフィーはだいぶ上の方だと思います。まあこのウルトラマイメイトの中でもだいぶ持っておきたいようなキャラになってくるんじゃないかなとは思いました。はい、続きまして、レグロスはまあ周回される方は持っておきたい。君の形態は使わないですね。あの形態どこ行った。レグロス君はこっちか。なんかいっぱいアシストついてんな。レグロスは処理の少ない列生成で第3属性まで持ってて、超つなぎも最大3つですね。はい、まあこの形態しかつく、あ、こっちがあるか。まだスキルプラスの2列生成ヘイストです。これ強いね。うん、この武器と究極進化の形態が強いです。これはまあ S でいいかなって感じですかね。まあ4体たまに使ったりしますが、普通にコロシアムとかの周回であれば 1,2 体ぐらいしか使わないかもしれないですね。あんまそんな4体ゴリゴリ使っていくことはないかなと。ゲリラダンジョンとかを攻略するならいっぱい持っておきたいって感じになるかなと思います。で、ウルトラマン銀河ですかね。これはこれか、違うね、これ X だ。ってよ、火か、副属性火のこれか。ウルトラマン銀河は24ターン2ターン兵人進化あ変身かで、回復エルジャンでスキブは6にできますね。エルジモシアシストも高解除可能で、まあ織姫彦星あたりと相性がいいよと。ただ回復はしないので、まあその辺はどうにかする必要があるかなって感じですかね。まあ昔は先生枠としてワンチャン絡んでましたが、まあ言うてです。武器もまあまあまあって感じです。まあ織姫彦星確かに強くなったんですけど、まあ最前まではちょっと戻ってこれずって感じですかね。ちょい前あたりまでいけるかなっていう感じだと思います。銀河はね、ちょっと思ったより使わないかなっていうのがありますね。まあいらんかなっていう。まあ武器が三色武器としては泥鏡漏れてチーム HP 強化あるので、まあ彦星とかあの辺使うにあたっては武器が相性はいいんじゃないかなっていう感じですけどね。まあまあ言うほどかなっていう感じだと思います。はい、
で、トリガー、ウルトラマントリガー、こっちじゃないか。こっちか。トリガーに関しては、ドロリフ2ターンでやれるのが結構強くて、で、回復エルジももらえてるから、スキムも5にできるしね。でも、チーム HP 強化にお邪魔耐性を持ってて、やっぱこの目覚め上書きしながらのドロリフとかね、気兼ねなく、まあ、気軽に盤面を変換できる、まあ、復旧できるというか、まあ、そんな感じなんで、ヒーパーでは、ちょっと出番があってもおかしくはないかなと思います。で、76リーダーの超つなげリーダーっていう感じになるので、三枝さんと相性が良かったりとか、まあ最近だとちょっとバレンタインノアがどうしても強いので、色かぶりしてるのが、難しいかもねっていう感じ、編成で使うにあたっては。まあ無効貫通一応 HP 満タンだったら4ターンに2ターン継続できるのは強みではあるかなっていう感じですね。この形態はまあ使われないと思います。武器は、まあバインドチーム HP の対戦盛りで使うかもです。はい。封印体制もありましたかね。そのぐらいかな。まあ本体がちょっと僕は持っておきたいなっていうのはありますね。たまに使いそうな気がしてますんで、はい、そんな感じです。で、カネゴンはスキブ最大5にしながらドロ、あとはダンボ3にできますよって感じの線になってます。まあドロップ率を上げたいときには便利なんじゃないかなとは思いますね。まあカネゴンはちょっと役割はあるので多少前には置いておきたいかなっていうのはありますけど、まあこの辺りで、はい。レッドキングは超つなぎ火力出す 30% グラビティの花火が周回ランダー方面で強いよと言った性能になっております。まあこれはちょっとどうしても持っておきたくはなるかなって感じですかね。まあ言ってもね、そんな頻繁ではないけどね、たまに出番あるかなみたいな感じだと思いますね。はい。で、ウルトラマン G と変身の方が、回復エルジーをシンクロ覚醒に持っておりの4色 T 字で火力出すよ。21ターンで打てるけど、まあ、スキルジャージがあるので実質7ターンかな。3ターン継続の吸収無効と1ターンでダメージ激減できるので、まあ、よほど難しいダンジョンが来ない限りはあんま使わんかなと思ってるんですけどね。本当にダメージ激減とかじゃないとボスの発狂行動を受けれないよ。で、まあ道中吸収無効対策したいよみたいな。まあそんな感じのダンジョン来れば、まあ多色ワンチャン出番あればって感じかなっていう。今んとこね、最近そんな難易度のダンジョン来なくて、まあ、35% の経験ループでどうにかなるよねっていうのがあるので、まああんま出番はないんじゃないかなと思いますけどね、最近だとね。で、無効貫通の方の形態もありますよと。まあまああんま出番ないですね。武器は、まあ、スキブチーム HP の暗闇完封なんで、まあまあまあ、ドロキョンもあって、結構便利ではあるかなと思いますね。まあ、変身形態がどうかなって感じですかね。ダンジョンによっては出番があっても、おかしくはないんじゃないかなとは思っております。まあ、このあたりで。で、続きまして、ガボラ。ガボラは、使わないです。はい。で、メトロン星人も、使わないです。はい。で、バルタン星人はスキブが多いので、まあ、超つなげ、スキブ多いっていうところで周回パーツで入ってくるかなぐらいですかね。まあ、言うて多分ね、そんな使わないんで、B にしようかなって感じですかね。まあ、ごく稀に使ったりするのかなといった感じですかね。はい。お、なんかもう一人いるな、こいつ。あれ、君は誰？こいつは誰じゃ？君は偽物か？くせ者！こっちか？レグロスがなんかもう一体ですね。なんででしょう？はい。なんででしょうかね。で、ウルトラの母。母、母、母、母。光の母は、スキブは最大7、回復ドロキをいっぱい持ってる覚醒無効解除枠です。まあ、基本的には、使わないと。で、ビクトリーですね。ビクトリーはまあ武器ワンチャンぐらいかな。ビクトリー、火光だっけ？火光。ビクトリーはまず本体が、浮遊持ちで、ルーレットループしますよの3色ルーレット。まあ、回復もありますけどね。で、ドロキョン持ってますよなので、まあ、織姫彦星あたりの3色系と相性がいいよっていう感じにはなってます。リーダースキルも 80% 経験あって、五加算あって3秒延長なんで、まあ、50倍もあるし、まあまあ強めなリーダースキルをもらえてるかなと。で、武器も、消えましたね。武器に関しても、チーム HP3、ちょっと全然押せないわ。
チーム HP3 の驚きを盛りで、まあ、アテンみたいなことができますよと。アテンと比較すると溜まりづらいスキルターンなので、まあそういった面で結構強かったりはするかなって感じですかね。まあ、そういう武器として持っておきたいところではあるかもしれないですが、まあ別に持っておかなくても全然なんとかなるかなと。本体性能で使うことはまああんまないと思うんですよね。よほど3色が強くなったりしない限りは多分、あんまないんじゃないかなと思ったりはしますけど。まあ、彦星とかを6号盤面とかで運用するにあたって無効貫通の生成量を安定させるとか、そういった面ではいいかもしれないですね。はい。はい、続きましてアークですが、アークはまあやっぱ強いですね。4ターンで打てる2ターン継続のダメージ吸収無効で無効貫通は強いと。L 字十字でアシスト無効解除や目覚め対策もできる冬で軽く出せるようですね。リーダースキルも結構強いですし、5加算できて。アークはまあ、今後も使われても全然おかしくはないかな。サブリーダーとして。武器も、副属性不要のスキブさんということでね。で、2ターン変質もあるので、まあ、光パでワンチャン出番あるかもしれないです。まあ、本体性能がやっぱり、かなり強いかなと思うので、まあ、S ランクでいいんじゃないかなとは思っております。で、続きまして、これは、シャゴン。チーム HP3 無効貫通で 85% 軽減です。聴覚はこんな感じになってます。まあ HP 盛りって感じですが、まあ基本的に出番は薄いかなと思っております。で、続きまして、光の怪獣のネロンガ。まあスキルですよね。10ターンで打てますよ。エンハンス列生成と。まあ使わないんでね。ちょっとこれも B にしてましたけど、序盤は。まあ、使わないですからね。C でいいかなって思ってます。はい。で、キリエロイド。キリエロイドは、バルタン先人と同じような感じですね。属性吸収もできますが、スキブの多い超つなぎ枠です。まあ、周回方面で、ワンチャン出番あるかな、みたいな感じだと思います。はい。で、続きまして、ウルトラマンガイア V2 とかいう名前でしたっけ？ガイア。光、水。はい。で、超つなげでリーダースキルもそのつなげる系なので、まあ、ヘンリー・ヘンダンソンとかを使う上では、周回用のリーダーでたまに出番があったりとかしますね。遅延が刺さればより強いですね。まあ、後半、アシストで初手使って、ボス遅延させて、行動止めといてから倒すみたいな動きができると、結構まあ早い時間帯で周回可能になってくるかもしれない。その他の形態は言うほど使わないかなと思いますので、まあ、使うなら周回でこの進化前を使うかどうかって感じですかね。まあ、一応、使い道はありぐらいな感じで、まあごく稀に出番があるよって感じですね。で、ウルトラマンジャック、まあ進化前はダメージ吸収2ターンでやりますようですが、まあ言うてだと思います。で、これは生成とエンハンスと操作時間で、まあ裏手の綺麗なパーツでハマったりはします。で、武器はお邪魔雲のスキブですね。ダメージ無効化できますよって感じになってて、まあでもあんまり使わんかなって感じですかね。まあ、ジャックも、裏しらやる方で、ジャック使う編成使う方からすれば、ちょっと持っておきたい性能にはなると思うんですけど、まあ、ちょっと僕的な評価を含めると、少し下げてもいいかもしれないかなって思いますね。このあたり。まあ、出番は確かにあるんだけど、裏しらしないよっていう攻略目線で見ると、まあ、言うてマジで出番がないって感じですかね。って思いますね。はい。まあ、ランク上げされる方は、ハマるケースがあるっていう感じです。ですね。はい。で、続きまして、ウルトラマン80はね、究極進化が、まあまあ、いい感じです。この形態はね、リダチェーンするっていうのがなければ、まあ、多少の使い道はあったかもしれないんですが、シールド破壊、まあでも役割がそんなに濃いわけじゃないんでね、リダースキルもね、別に強くないですよね。はい。究極進化は盤面6号にしながら吸収無効が強いです。スキブも最大潜在込みで吸引できますし、まあ、第3属性まで冬を持たせて火力出すよっていうこともできる。しかも76リーダーですね。で、まあ、76編成で行くにあたって、まあ、懸念点は結局これ、吸収無効を打つターンに盤面が6号になっちゃうから、そのターン火力が出せないよみたいな使い方になる可能性があるよと。言った話ですね。なので、6号前提の編成でこそ活躍する場面があるのかなって言った感じですかね。まあそれこそアンジュリーナみたいなね、ああいう編成とは相性がいいんですけどね。76前提にしている、例えばアトリーみたいなね、ああもう76じゃないと火力出ねえよみたいな、まあそんな感じのキャラだとちょっと相性が悪い
っていう感じになってきますので、まあ、その辺はちょっと編成次第なところがありますよと。武器も、非不要の7強無効感雲の3単兵装の8単上限解放で、まあ、強いですね。まあ、武器と究極進化は全然仕事役割あると思いますので、結構上の方に置いてもいいかなと僕は思っております。まあ、これはだいぶ値の部類かなって思ってますけど。で、エレキングは三日月生成っていうことで、まあ、ランダム方面確定配置で便利だったりしますね。あとは、まあ、蝶つなげとかもできますよと。スキブも今までより触れるようになったんで、まあ、蝶つなげとか活かさないんなら、枝豆も発動しないですし、光コンボのランダムとかには強いって感じになると思いますので、まあ、そういった面で持っておきたいかなっていうのは、あります。はい。ちょっと複数体、持っておきたくなる性能かなと思っております。で、新しい怪獣ですかね。ベムスター、ルーレット、ダメージ無効、76リーダー。まあ、基本的には使わないと思います。はい。で、ウルトラマンオーブは、オーブはね、2ターンで無効貫通しながら、生成できるんですね。これが強い。十字組むだけで火力も高いですし、簡単めなダンジョンはまあ、これでサクサク2体でループできて、強い、周回可能みたいなことはあるかなと思います。究極はまあ、使わないかな。多色リーダー。風属性しかない。ちょっと微妙かな。今の環境だと。転生進化は捨てが高いので、スキブの数もまあ4つちゃんとあるし、10強浮遊で火力出せるし、ルレの上書きとしてはまあまあ、出番があるかもしれないですね。光場とかでね。操作時間とか上げてくれたらより強かったんですけどね。武器は最強です。スキブ、チーム HP3、光浮遊、十字、三ターンヘイスト。まあめっちゃ強いですね。武器めちゃんこ強いです。オーブはやっぱ当たりかな。だいぶ上の方かなって思いますね。オーブ僕どうしてましたっけ？ここに入れてましたっけ？まあ、1S だったかな。まあ S でいいかもしんない。武器がやっぱあったらめっちゃ強いんですよね。あったらめっちゃ強いよね。が S に入れてもいいと思うんですよね。あったら結構便利だよね。まあ A プラスでいこうかなって思ってるので。まあオーブはやっぱ強い部類だと思いますね。武器進化前、その辺が。はい。で、怪獣。これが、ダダ。五花さん、落ち込んだし、耐性封印いっぱい盛り。まあ、この辺ですかね。最近あんま使わないですね。なんかたまに周回で便利だったりはする時はある。ウルトラマン&ウルトラセブンです。2体で軽減および生成のループが可能になってます。T 字での浮遊での火力も高いです。まあ、2体揃えたら強いねっていうリーダーでも、リーダーじゃない、性能ではありますね。武器は T 上を副属性に付与する武器としては最強クラスかな。チーム HP2 のスキブ、ドロ強の4ターンヘイストめっちゃ強いと思います。まあ、こいつはだいぶ上ですね、やっぱり。これ強いです。はい。1体ならまあ武器。2体あれば本体が強い。みたいなところはあるかなと思います。で、セブンが、使わないです。まあ、使わないですね。セブンがもう下でいいと思いますね。はい。で、父はスキブの多い蝶つなげ。はい。スキブ多いですよ。枝豆もないので、まあ、その辺は便利かもね。スキブが6の9にできて、蝶つなげ1個。スキルは別に言うてです。はい。まあ、A かな。セブン使わないんですよね。セブン。まあ、使わないですね。はい。まあ、そんな感じです。で、闇の、名前が、君の怪獣は、なんだっけ？ガルベロス。スキブは潜在込み9。L 字を持ってアシストも5害獣可能。十字クエ目覚め対策可能。4ターンでエンハンスループします。シールド 50% ダメージは76リーダーです。まあ、シールド 50% ダメージっていうのが、ちょっといまいちかなとは思いますけどね。100% だったらめっちゃ強いんですけどね。まあ、その代わりスキルターン重くなると思いますが。100% のシールド破壊でエンハンスループだったら俺、こいつもっと評価上がりますね。50%って、50%? めっちゃ硬いシールドが来ない限りあんまり便利な気がしないんですよね。最近の環境はシールドって別に言ったら火力で1枚ぶん殴れるし、まあハーデスみたいな、ゴールデンウィークチャレンジのハーデスみたいなのが来れば、まあちょっと役立つ場面はあるんかなぐらいな感じなんですが、まあ言うてそこまで 50% が輝くとこないかな。超追撃組めばいいやになるしね。まあ言う
ってかな、なんか今後ね 50% が大事になってくる場面があったらもちろん評価は上がるんですけど、今のところねそんなダンジョンないので、まあいらないかなと。キングジョーのなんかカスタムですけど、まあ使わないですね。エンハンス、いや使わんだろうないや使わんだろうな。これ C でもいいんじゃないかっていう、まあ B に上げる、まあまあその辺はどうでもいいか使わんやろうな。うん、まあ一応 B ですか。はい。でコスモス、コスモスがスキブがそもそも潜在コンビの9からの2ヘイストで11で、もともと武器でヘイストしてから貯めることもできるので、まあ、さらに稼ぐことも可能と。その後は遅延からの覚醒無効形回復なんで、まあ、遅延が刺さればより強いよっていう線になってます。まあ、この形態は、今使わないですね。はい。武器は封印2個のチーム HP3 っていう武器が少ないので、そういった面での優位性は高いかなと。追撃が雲とか操作負荷を、追撃で解除する分には強い。でも、めったに使わないですけどね。あの潜在今一番使ってない説、まあその全パラップとかは一旦置いといて、めっちゃ使わなくないですか、雲と操作化体制のあの追撃のやつ。まあなんか何かしら手こ入れ入りそう、使わなさすぎて手こ入れ入りそうな気がする。もっと強くなるかもしれないですね。まあもしくは敵がいやらしくそうやってくるか、覚醒無効からの操作化がめっちゃ増えるみたいなね。要は濃姫がゴミなんですよ、裏千住とかの。あの辺の濃姫が76で行った時に、盤面、上は雲、左は操作かみたいな、なんかそんな感じやってくるので、そういうのが来れば出番があるって感じかなって思いますね。まあ、これは運営次第、クソいやらしいギミック用意されると欲しくなるかもしれないですね。まあ、結構優位性は高いんで、A プラスには入れたいって感じですね。でもね、言うてね、本当に局所的な出番なんですよね。そんなに使わない。結構いいもん持ってると思うんですけど、思ったほど使わないっていう性能になってくるかなと思います。で、これはまあ結構評価高いかな。まだ活躍の場面は見せてない。僕の中では見てないって感じですかね。まあもう使ってる方もいるかもしれないですが、ファイブキングがコンボ吸収無効2ターン継続なんですよ。で、列も生成するし、超つなげて自身も火力出せるので、まあ処理の早い周回が可能になってくるんじゃないかなと思いますね。コンボとかしなくてもいいよっていう、そんな感じの場面が訪れるんじゃないかなと思うので、これは2体ほど持っておくと安心安全って感じかなと思いました。で、ウルトラマン X は君は銀河か？ん？君が X か？もうどれがなんだか。銀河と X かマジでむずい。ウルトラマン X がスキブ5にできますよ。で、76変身で、変身後は毎ターンお邪魔付きの前職生成ができます。まあ場面によっては強いことはあるかな。チームチームにやって指も漏れるんでね。うん、多色場ではワンチャンあったりとか。今だと、ちょうど光属性を持ってるっていうことがあって、テンスラの、ラミリスか。あの辺との相性がいいかなっていう感じですかね。で、武器も5色のヘイスト持ちなので、ドロキョン持ってて意外と強めですね。多色場では使う可能性あるよと。5倍になりましたからね、5色がね。で、シード 50% なんですよね、これもね。だから 50% が活躍すればっていう感じ。まあ今後も踏まえて、5色攻撃武器もあるので、まあ、ちょっと出番があってもいいのかなっていう感じですね。多少評価は与えられるようなキャラかなと思いましたね。毎ターン生成なかなかいないんで、はい。で、ウルトラマンレオ。レオは、また今後もシバドラの相方としてワンチャンあるんじゃないかな。第3属性もらえたのがでかいですね。あとやっぱ6解除。シバドラも6解除ソロボチつきそうですが。うん。まあ、超つなげて軽く出せますよっていうリーダー貼れますんで。6解除がやっぱ強いですね。その他の形態はまあ使わないですが、周回方面のリーダーとしてはもちろん出番が今後ももらえてくるんじゃないかなと思いますので、ちょっと評価は、やっぱ与えれるような、キャラになってくるかなとは思いますね。はい。そんな感じです。で、シン・ウルトラマン。シン・ウルトラマンは、まあこれも同じような、初期のウルトラマンと同じような性能してて、まあ基本的に出番はないと。究極進化が2ターンでルレ操作時間、これ上空きとして使えるんで、まあ2ターンで軽く打っていけるのは強みかなって思いますね。ヒッパーでギリワンチャンぐらい。お邪魔と暗闇耐性持ってますし、まあ、ちなみに超覚醒はこんな感じです。はい。時は悪魔キラーが刺されば強いです。ぐらいですかね。まあ、持っておかなくても基本的には大丈夫かなって思ってます。はい。まあ、このあたりかな。交換所いたっけ？交換してまで手に入れる必要はないかなと思います。
で、ウルトラマンメビウス、メビウスは武器最強ですね。本体は属性変えながらの非生成なので苦手属性をなくすという面では強いです。はい、第3属性をもらえて上限解放も強い。武器は環境最強武器です。スキューブチーム HP3 体力タイプ用、操作可能2ターンヘイソ2ターン激減。武器はマジで強いですね。これは武器目当てで持っておくのはめっちゃありですね。結構今後も便利なんじゃないかな。チーム HP4 武器がソロ墓地出そうですけどね。スキブ持たずにチーム HP4 の操作とか全然出てもおかしくないかなって思いますけど、今の環境ね。はい。で、ウルトラマン太郎は軽減ループで強いですね。遅延もできるし、十字 L 字も持てるので、アシストも高解除、クレミザメの対策も可能と。で、ダナロクリーダー。で、あとはまあ武器ですね。スキブ、チーム HP、チーム回復2の自動回復プラン2の2ターンヘイスと、あとは3ターン属性吸収と、ダメージ無効貫通対策。これは強いですね。これは間違いなく強い。太郎は武器で今後もやっぱり周回方面で便利な活躍を見せてくれるんじゃないかなと思いますね。かなり上位に入れてもいいんじゃないかなと思ってます。太郎は欲しいですね。第1弾のキャラの中では本当に一番優秀ぐらいな、まあちょっとメビウスっていう例外が入ってきてますけど、そんな感じの性能になってるかなと思います。で、ゴモラは自動回復とダメージ半減が強いです。超つなげて火力も出せますし、まあもうすでに活躍してるっていう経歴がありますので、まあその辺で評価は上げれるかなって思います。で、ウルトラマン Z も強いですね。Z これでいこうかな。まず本体は、まあ最近は使わなくなったけど、Z 字型2体でループできますよ。で、超つなげでできます。で、あとは、吸収無効しながら Z 字型で、まあ周回方面の吸収無効対策できたり、で、転生進化がやっぱ今後すごい可能性感じますね。シールド破壊しながらの、Z 字型、しかも水花火からの闇なので、まあ、ちょっとずらすだけで、超つなげ2色発動みたいなこともできるかなっていう感じなんで、こいつの性能はかなり将来性を感じるって思います。武器は副属性不要です。はい。こいつは強いっすね。僕はやっぱこいつは、S ランクに入れてもいいんじゃないかなと思います。ああ、そうか、Z が第1弾では、まだこいつもいたか。こいつはちょっと転生進化ずるいな。まあ、周回パーツなんですけどね、完全にね。こいつ強いっすわ。で、ウルトラマン、君は、待ってよ、思い出せ。押せばわかるんだけど、ウルトラマン、ウルトラマン、なんだったっけ。もういいや、ブレイザー、それです。回復エルジャンでスキブ6にできますよ。26ターンの3段遅延変身で、変身後はエンハンスできます。で、暗闇耐性持ってます。冬を持ってますって感じですね。3ターン中2ターンのエンハンスと上限解放あるので、まあ、かなり火力を出せますよ。飛行星系で強いですよっていう性能になっております。リーダースキルも5倍ありますし、まあただちょっと実際使ってみましたけど、動画には出してないんだけどね。動画に出すほどじゃなかったんで。まあ、言うてです。言うてですね、新戦場いけるかって言われたらちょっと楽ではないねっていう性能でした。はい、ちょっと厳しい。で、あとは究極進化は2体で HP1.5 倍で操作時間ループします。まあ2体並べてワンチャンある可能性もあるかもしれないですね。 L 字アシストも高解除も可能。武器はスキブに毒完封のチーム回復で、4ターン遅延ですね。まあ持っておかなくてもいいかなっていう思いますね。まあちょっとこの辺もあるんで、まあちょっとは評価は上げられるような感じかもしんないけどっていう感じかな。まあでもあんまり使わないかなと思ってはいますね。はいはい、ということでちょっとレグロスが1体余ってますが、まあ一旦それは置いといて、こんな感じですね。はい、特に入れ替えはなくていいかな。まあ多少ね、 A プラスの順位変動とかは全然あってもいいかもしれないんですけど、まあ A プラスのキャラはちょっと欲しいかなーって感じかな。一応持っておきたいキャラがいるかなとは思いますね。 S ランクはまあ持っておいたらもう絶対便利でしょみたいな感じの性能のキャラを入れておりますね。はい、そんな感じでございます。特にまあウルトラマンエースが僕の中では評価が変わったかなっていう感じですね。まあ結局 A の中から変わってはないじゃんっていう話にはなるんですけども、まあ、別にこれ A プラスに入れてもいいと思うんですよね。それぐらい、人によっては A プラスかなと思いますね。周回で便利な編成がこれ組めるなっていうのを見つけた方は、かなり評価が上がったようなキャラなんじゃないかなと思いますけどね。まあ A の前にしとこうか。はい。まあそんな感じですね。なので、必ずしも何も考えずにためにしてもいいやっていう性能ではないと言った感じですね。前の動画でも言ったんですけどね。将来性の話でもね。はい。こっちでも目につけばなと思いますので、よろしくお願いします。では、
こちらでウルトラマンイベント最終評価とさせていただこうかなと思います。この後はまあジューンブライドがまた来ますので、そちらの方の実演の評価もしていきます。ということで、少しも参考になりましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。